はい、どうも、ポールです。今日なんですけど、イギリス2日目になりました。で、さっきね、こんな感じで、洗濯して干しときました。で、なんか日光が全然なくて、乾かなそうなんですけど、まあ、あと1日半ぐらいあるんで、まあ、大丈夫かなと思います。ということで、今からね、ちょっとね、20分ぐらいのところに、バラマーケットっていうね、かなり有名な、市場があるらしいんで、それがまあ、10時から始まるらしいんで、ちょっとね、行きたいと思います。で、バラマーケットなんですけど、徒歩だと35分ぐらいで、バスだと20分ぐらいかかるんですけど、ちょっとね、チャリがあったんで、ちょっとね、アプリでこのライムっていうチャリをね、借りてみたいと思います。はい、ということで着きました。ここが有名なバラマーケットですね。英語で言うとオローマーケットっていうんかな、こんな感じで。ちょっと楽しみなんで、早速ね、食べていきたいと思います。はい、ということで見ていこうかなと思うんですけど、基本的には、まあ、お祭りの屋台みたいな感じですね。お祭りの屋台の、まあ、グレードは最上級みたいな感じですね。ちょっとね、普通にお腹空いてるんで、最初は甘いもんじゃなくてバーガーとかがっつり系いきたいと思います。はい、ということで最初はね、これソルトビーフオンチップス食べたいと思います。10ポンドということで結構高いんですけど、めちゃくちゃ美味しそうだったんで、ちょっとこれに決めました。はい、ということで喉渇いたんで、このウトビアってとこでパイナップルのビール買ってきました。 2.5 ポンドなので、まあ400円ぐらいですね、おそらく。フルーティー系のビールたまに飲むんですけど、それってなんかビール7割でフルーティーが3割って感じなんですけど、これ逆ですね。ほぼパイナップルジュースって感じで、3割2割3割ぐらいちょっとビールの香りがするって感じで、めちゃくちゃうまい。ということで、バラマーケットもお昼時になってだいぶ混んできましたね。今時刻が12時ぐらいなんですけど、さっき食ったパエリアの店、僕2、3分で買えたんですけど、今こんなに行列が並んでて、結構ね、多分10分20分かかるんじゃないかな。やばいっすね、だいぶ混んできましたね。次はこの店でホットコーヒー頼みました。今ね、頼んで今待ってる状態です。で、この辺ね、ピカデリーサーカスっていうエリアで、まあ、かなり中心地ですね、ロンドンの中でも。若者とか、まあ、人めっちゃいましたね。で、ロンドン、まあ、イギリスね、かなり好きですね。街並みも人も、まあ、言葉も、まあ、飯もね、良くて充実してましたね。で、まあ、ロンドン物価は高いんですけど、まあ、アメリカとか、まあ、他の、まあ、西欧諸国に比べるとそんなに、まあ、普通なのかなっていう感じですけど、まあ、僕からしたらめちゃくちゃ高く感じて、シンガポールよりも基準は高かったですね。で、まあ、シンガポール自体がイギリス人が作った国らしくて、なんかいろんな共通点感じられてよかったですね。街並みというか、なんかバスとかの作りがかなりシンガポールで、ね、なんかロンドンのやっぱ真似したんだなっていうのをやっぱ感じましたね。で、この辺ね、まあ、一応中心地でいろんな人がいたんですけど、びっくりしたのはこれ、まあ時刻が確か8時だったかな、これ8時でこんなに明るいっていうね、なんかヨーロッパ特有なのかな、これ。なんかまあ、もうちょっと上の北欧とかだと、なんか普通にもっと1日明るいとかあるタイミングはあるっていう聞いたんで、なんかそれがね、面白くてよかったですね。
で、ロンドンね3日間ぐらい滞在したんですけど、また行きたいですね。マンチェスターとかブライトンとかロンドン以外も行きたいとこいっぱいあるんで、またね機会があればいいかなと思いますね。で、特にねサッカーのプレミアリーグ見たいですね。日本代表の試合とか最近ちょっと見始めて、でめちゃ面白いんで、海外サッカーとか学んでプレミアリーグとかねラリーガとかいつか見に行きたいなと思います。じゃあ今日は終わります。お疲れ様でした。